ザッピーです。今回はですね、ポール・マッカートニーが最近ライブ活動をする中で、どうしてこのジョン・レノンが主に作ったであろうと思われている曲を取り上げるんだろう、歌うんだろう、演奏するんだろうというふうに、僕なりに悩んでた曲があるんですね。で、その理由をちょっと垣間見たような気がして、今日は取り上げたいと思うんですね。おそらくポール・マッカートニーは過去にもですね、結構ジョン・レノンが歌っていたような曲、ジョン・レノンが主に作ったと、作曲したと思われているような曲をですね、取り上げて歌ったことはあるんですけれども、あるはずなんですけれども、でもこの曲だけはね、なんか理由がね、よくわかんないところで僕は聴いていたんですよ。はい、すいませんけれども、やらせていただきます。こちらです。Being for the benefit of Mr. Kite なんですよね。どうしてポール・マッカートニーはこの曲をピックアップしたんだろうかというふうに悩んでたんですけれどもね、ちょっと今日はその回答をね、自分なりに見つけたのでやりたいということなんですね。で、今日のポール・マッカートニーのインタビューのソースはですね、2017年ですので、もう7年前になるんですけれども、それでもね、ビートルズの時間尺度からすれば割と最近な方になっちゃうんですけれども、7年前のインタビューからのポール・マッカートニーの言葉です。で、ローリングストーンに載っていたわけなんですね。で、進めてみるとなるほどと思ったわけなんですね。まずはポール・マッカートニーの言葉なんですけれども、ミスター・カイトの場合、ベースパートがボーカルと関係ない方向に行くので結構難しい。体を半分にして片方の半分でボーカルをやって、もう片方の半分でベースパートをやるような感覚だということなんですね。なるほどと思ったんですね。もちろんこれはね、ジョン・レノンが歌っていて、ところが、ここではポールは歌って演奏すると、それも同時にやるわけなんで、全く違った感性の演奏と歌を一緒にやるということで、結構ね、トライしてるんだなと思ったんですよ。挑戦してるんだなと。で、ジョン・レノンの この曲に、自分なりのね、こうやりがいというか楽しみも見つけてるんだろうと思うんですよね。一度前にですね、別のインタビューでポール・マッカートニーは、自分のベースラインで一番好きなのは何ですかって聞かれた時に、このミスター・カイトを挙げていたこともあるんですよね。なので、これは随分ね、大きなきっかけというか動機になってるのかなと思ったんですけれども、ですが、もう少し読み続けてみますと、なるほどと思ったこともあったんですよ。こちらです。同じインタビューなんですけれども、さらにインタビューアーが質問をしてるんですね。で、ミスター・カイトでジョン・レノンがポスターを元に歌詞を書いたと言われていますが、初めて彼の歌詞を読んだ時どう思いましたかっていうことですね。こういうふうにこのポスターから随分取ったって言われてるわけですよね。で、それに対してポール・マッカートニーが答えてるんですが、いいことだと思うけれど、みんながジョン・レノンが歌詞を書いたというふうに言ってるよねって、それはいいことだと思ってると。でも実はね、ということなんですけれども、ジョンと僕であの歌詞は書いたということなんですよね。で、僕はジョン・レノンの家に行ったんだと。自分の立場を守りたくて、つまるところ自分がやったと主張したくてっていうことでしょうね。妄想して言ってるわけじゃなくて、そうじゃないんだと。本当にあった事実として、で、僕らは彼の部屋に座って、じゃあ何か書こうかと言ってたんだよねと。で、ジョンはこのポスターを見たかと言ってそれを見せてきたということなんでしょう。で、僕らはほとんどの言葉をそのポスターから直接抜き出して歌詞を埋めていった。僕らはそれを一緒にやったんだということなんですよね。僕は驚きましたね。もう長年ビートルズファンやってますけれども、何十年ですけどね、これは初めて読みました。本当にね、驚いたとしか言いようがないんですよね。で、もっと続けてるんですが、こちらです。で、それが僕があの曲をライブでやる理由だと言ってるんですね。ぴったしカンカンですね。で、ジョンがリードボーカルだったけれど、僕はあの曲が好きだと。そしてジョンと一緒に書いたこと、それが起こった部屋にいたことを感じることがあるから、ライブで演奏するべき曲だと思った。ねえ。ジョンとポールしか分かんないことなんでしょうね、ここはね。で、僕らでやったことなんだと。僕らが持っていた古いサーカスのポスターから言葉を持ってきたんだ。だから、パブロ・ファンクス・フェア、ヘンリー・ザ・ホース、ヘンダーソンズ、
ミスター・カイト、ホグスヘッド・オブ・リアル・ファイヤーなんていうのが歌詞になったんだということで、ポールはインタビューで答えてくれてるんですね。ポールがね、まあこういうことを言ってくれて、まあ僕はね、納得しました。やっぱりミスター・カイトっていう、もうあからさまにね、ジョン風の曲で、あからさまに、まあ僕を含め多くのファンが 100% に近いくらいジョン・レノンの作った曲なんじゃないかと思ってたわけなんですけれども、まあポールが好きでも不思議ではないですよ。でもわざわざなんでその曲をやってるのかなっていうことに関して、まあこれは僕なりには回答を見つけられたかなっていうふうに思ってるわけなんですね。まあこういう話になると、多くの場合、まあジョン・レノンファンの方から言うとですね、またポール・マッカートニーが余計な話をしたっていうふうに言われやすい時もありますよね。あの In My Life 昔ありましたよね。あの時にもポール・マッカートニーが、あの曲は僕が作曲してるんだって言った時に、まあ、ポール・マッカートニーに結構なバッシングが起きましたよね。何を言ってるんだ、あれはジョンに決まってるじゃないかっていうふうなジョン・レノンファンがかなりいたと思います。僕も最初えって思いましたけどね。でも In My Life にしてもこれにしても、これって、まあ、僕からするとジョンとポールしか分かんないことだと思うんですよね。だからポールが言ったことを信じる信じないではなくて、それはね、受け止めておくしかないかなって僕は思ってます。なので今回もこれに関しては、ジョンとポールが本当に一緒になって作ったんだろうっていうふうに僕は受け止めます。だって本人が言ってるわけなんでね。例えば僕がファンで、いやそんなの嘘に決まってるだろうって言っても、僕は絶対に否定する権利なんかないわけですよね。まあ一般的にね、ファンの立場でどっちを信じるかは自由だと思うんですけれども、まあ最低でも否定はできんかなという気はするんですよね。でこれをね、知って僕はですね、逆に嬉しくなりましたね。ポールは自分の中にジョン・レノンともう忘れられない思い出があるわけですね。この曲にもうおそらく生涯こう肌身で感じるような感覚として持っている思い出があるわけじゃないですか。まあこのポスターの目の前で2人で一緒にね、歌詞を作っていたっていう思い出があるわけでしょ。まあジョン・レノンが歌ってる曲なんですけれども、まあそれは共作をしたジョンとポールっていうパートナーだからこそ、選曲をされたんだろうなと思うと、若干涙もんですね、僕はね。本当に嬉しかったです。なのでこのインタビューを見つけて僕はね、とても嬉しく思いました。まあちょっとね、加えて検証しておきたいんですけれども、パブロ・ファンクス・フェアっていうのは、ここにパブロ・ファンクスって出てますね。それからヘンリー・ザ・ホースですけれども、ヘンリーは出てなくてホースはここに見つかるんですね。なんでおそらくヘンリー・ザ・ホースっていうのはジョン・レノンが作ったんじゃないかなとなんとなく思います。まあ、というのはこのヘンリーという単語とホースっていう単語なんですけれども、両方ですね、麻薬の俗語なんですね。ちょっと調べてみたらね。というのはこのヘンリー・ザ・ホースっていうので、その麻薬の俗語みたいにね、捉えられてしまって、 BBC でこの曲はオンエアバンされてんですよね。だから、その意味ではこういうね、いかにも引っ掛け単語を作るのはジョン・レノンじゃないかなと。ホースっていうね、単語は出てるわけですけれども、そこにヘンリーをくっつけたんじゃないかなって、これは僕は勝手に思ってるんですけれども、まあ、もしくはどこかね、探してみればヘンリー・ザ・ホースとかヘンリーとホースっていうのが載ってるのかもしれませんけれどもね。それからヘンダーソンズはここに出てますね。それからミスター・カイトですけれども、当たり前にこれはここから Being for the benefit of Mr. カイトって全部出てるんですよね。はい。それから、Hog's Head of Real Fire ですけれども、これはちょっと見つかんなかったですね。かなり小さいところに、おそらく小さい文字で書かれているんじゃないでしょうかという気がしますね。まあ、トランポリンなんかもここにありますけどね、という具合なんですよ。まあ、おそらくのところポール・マッカートニーにとってはあまりに大切な思い出であって、この曲はそのために選曲したんだということなんでしょうね。で演奏してみれば、やはり素晴らしいベースラインがあって、自分としては歌も歌わなきゃいけないし、ベースも弾かなきゃいけないけれども、何としてもやりたいっていう気持ちでやってるのかなと思うと、まあ確かにちょっと僕としては涙もんだったですね。はい、以上でした。失礼します。